はい、あの、まあ、緊急で動画撮ってるんですけども、僕も、っていう感じで、自分もびっくりしてる感じなんですけど、松原さんが、受験生バータイガーファンディングの主催を辞任という感じなのかなと思ったら、なんか全部、なんかチャンネルも渡しちゃうってことなんですかね。なんか、みたいな、全部裏方もやらないって言ってたんで、ちょっとびっくりしてる状態ですね。復帰のね、動画が出たばっかりなんで僕の、そうなんだみたいなね感じで、でまあまあ何かしらのことは起こってるんだろうなっていうのは分かってたんですけど、本当詳しくは分かんないので、まあ次の回の撮影のまあお知らせとか来た時に、あれメンバーどうなってんだろうってなるわけですね。あれなんで一体何が起こってるのみたいになって、で、出ますかっていうのになって、いや、ちょっと何が起こってるか分かんないから、だから、辞退したんですね。僕、いやいや、出ないですって言って。そしたら、こうなってましたね。司会やらないとかはもう分かるんですけど、それ以外も全部って、みたいな感じですね。まあ、これで、僕も戻ってね、こう、皆さんとこう、仲良くやってく、かなって思ってたとこだったんで、まあ、二点三点いろいろあったんですけど、はい。話をね、ちょっと聞いたりして、あ、このメンバー感というか、で、結構誤解があったんですね、っていうのが分かって、あ、分かりました。じゃあ僕もそんな怒ったりとか、恨んだりとかしないです。ただ知らなくて、ね、誤解してただけでコミュニケーションしてなかっただけなんですね、っていう感じのことを話して、ほんと数日ですね、これね。発表だったんで、ますます訳が分かりません。はい。何があったのかは分からないのですが。いや、だから、僕も出るか分からないです、本当に。今後は。いや、やっとね、こう、本当に、ああ、誤解があったんですね、とか、いうね、話を本当したばっかりだったので、これからは仲良くやっていけるんじゃないかって思ってたところだったんですけどね。びっくりしました。まあ、いろいろ、心配のメッセージをくれた方とかですね。一体どうなってるんですかっていう質問をくれた方とか、まあまあコメントとかもね。正直僕もわからない状況ですので。すみませんが、そのお答えできる状況ではありませんので。もう本当に最初の段階からね、二人で企画を練ってたんですけど、ね、どういう風にやっていくかとか、一緒にやってたってね。本当に皆さんの思ってるよりずっと前から二人で話し合ってたものだったので、不思議な感覚ですね。なんとも言葉に言えない感覚ですね。2年前とかですかね。教系 YouTuber たちが集まる YouTube のオフィシャルの頃で松原さんと会って、それから何ヶ月かしてからかな、ちょこちょこ会って、その後でこの企画のね、話もいただいて、で、あ、ちなみに話をいただいたのは、皆さん多分、その、令和の虎にね、松原さんが出て、決まってからだと思ってるかもしれないですけど、それより前になるんですよ。プレゼンに行く前から、僕らでね、考えていたものだったので、ちょっとまた一緒にできると思ってたんですけど、こういった形になりました。はい。近いうちにでも聞きに行こうかなと思います。本人に何があったとかっていうのをこう発表するとかをする気はありませんが、とりあえずやっぱ、何があったのかは本人の口から聞きたいと思いますので、はい。それは考えてます。はい。ご視聴ありがとうございました。